皆さん、こんにちは。車の印象を大きく左右する部分といえば、顔とも呼ばれるフロントフェースのデザインです。一方で、後ろから見るだけで即座にどんな車か判別できてしまうような個性的な車もあります。そこで、今回はつい見とれてしまうような魅力的な後ろ姿を持つ車をご紹介します。1. 日産初代フェアレディ Z。 国産車でありながらヨーロピアンなクラシックスポーツカーのようなフォルムで日米で高い人気を誇った日産初代フェアレディ Z は1969年に発売されました。外観のデザインで特徴的なのがロングノーズショートデッキと呼ばれるフォルムで、特に個性的なフロントフェースに目が行きがちですが、実は後ろ姿にも人気があります。ルーフから伸びたリアガラスの先には上下2段に分かれた大きめのテールランプが黒いガーニッシュに埋め込まれており、独特の印象を醸し出しています。また初代フェアレディ Z の最上級モデルであった240Z ではオーバーフェンダーとともに当時としては大型のリアスポイラーが取り付けられ、より迫力あるリア周りを演出。初代フェアレディ Z は歴代モデルの中でも特に人気があり、現在も日米にファンが数多く存在し、中古車価格も新車当時の数倍の値段で取引されているケースもあります。 2. 三菱 GTO。 1990年に発売された三菱 GTO は FR スポーツスタリオンの後継車としてデビュー。トップグレードは最高出力280馬力を誇る3リッター V 型6気筒ツインターボにフルタイム 4WD システムが組み合わされた、まさにスーパースポーツです。もともとは北米市場を視野に入れた GT カーとして開発が進められ、実際にアメリカでは高い評価を得ていました。フロントは前期型でリトラクタブルヘッドライトを採用したいかにもスポーツカーというフォルムで、リア周りでは真っ先に目につくのが左右4本出しのマフラーで、手元のスイッチで排気音量が変化するアクティブエグゾーストシステムを採用。前幅 1840mm という大きなボディをさらに大きく見せるように横長に広がった左右テールランプをつなぐガーニッシュが装着され、 GTO のロゴが大きく描かれているものも特徴的です。またターボモデルには電動で稼働するリアスポイラーを採用し、迫力あるテールを演出しています。 3. マツダ RX7。 1991年に登場したマツダ RX7 は初代サバンナ RX7 から続くロータリーエンジンを搭載したピュアスポーツの集大成ともいえるモデルです。初期型で255馬力を発揮する 1.3 リッター2ローターロータリーツインターボエンジンがフロントミッドシップに搭載され、後輪を駆動。前後の重量配分が50対50というスポーツカーとして理想的な重量バランスを実現。デザインはフロントからリアまで続く滑らかな曲線美が美しく、左右につながったスモークテールから怪しげに浮かび上がるライトが幻想的です。また1996年に行われたマイナーチェンジではリアコンビネーションランプが角型から丸型3灯へ変更され、その妖艶さに拍車が
かかりました。すべての面が有機的なカーブで構成されたリア周りはきっと追い抜かれた後も見入ってしまうことでしょう。4. トヨタ4代目スープラ。2019年に復活したトヨタスープラは国内外で大いに話題となりましたが、1世代前の1993年に登場した4代目スープラもその高性能さが世界中で高く評価されたモデルです。搭載されたエンジンは3リッター直列6気筒の自然吸気とツインターボで、ターボモデルでは280馬力を発揮。このパワーに見合うようにサスペンションは4輪ともダブルウィッシュボーン式を採用し、直進はもちろんコーナリング性能も優れていました。リアのスタイルでは大型のリアバンパーとトランクの間に装着されたテールライトが特徴的で、円形のライトを4つ並べたデザインは斬新なデザインとなっています。また高くそびえる大型のリアウィングによって、空力性能の向上だけでなく見た目にも強い印象を残します。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。